斉藤藩六斉藤藩六から1952年4月25日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。石川県出身。1890年7月海軍兵学校を卒業し、1892年12月海軍将尉任官。日清戦争では津島水雷対攻撃ぶつけとして出征した。 1896年11月、八重山分隊長となり、平恵、桂木野の各分隊長、横須賀水雷団、第一水雷艇大帝長、佐世保水雷団水雷艇大付県水雷艇、明けぼの開港委員、横須賀水雷団、第二水雷艇大帝長、橋立分隊長、横須賀鎮樹府副官、県東京湾洋塞参謀などを経て、1902年10月、 海軍少佐に昇進し、海軍教育本部員、憲副官に就任した。1903年6月、朝日文隊長に就任し、第18体隊司令検定長を経て、1904年9月、雷駆逐艦長となり日露戦争に出生し、1905年8月、海軍中佐に進級した。1905年12月から海軍、大学校専科学生として学び、 1906年12月、海軍省人事局員に発令され、イタリア大使館付部官に転じ、1911年12月、海軍大佐に昇進。1912年9月、赤市館長となり、宗谷・クラマの各館長を歴任し、1916年12月、海軍省省に進級し、佐世保ュフ不散傍聴となった。 1917年12月、第1艦隊参謀長に就任し、県連合艦隊参謀長、海軍水雷学校長を経て、1920年12月、海軍中将に進み、第2戦隊司令官に就任。以後、練習艦隊司令官、海軍将官会議議員、第2戦隊司令官、舞鶴陽光部司令官、佐世保陳述司令長官、 第二艦隊司令長官などを務め、1925年12月、大名となり、予備役に編入された。ありがとうございます。